はい、ですね、今回もスノーピークのガーディングフレームを持ってきたんですけど、これはコールマンのですね、ファイアプレイスのテーブルなんですけど、しっかりですね、ぴったりですね。ただ高さが低いんであんまりこの収納はできないですけど、いい感じにバランスよくですね、つきましたんで、あと奥にあるテーブルにもつけられますし、私のテーブルもほとんど加工したんで、何にでもこのスノーピークのガビングフレームがつけられるようになりましたっていうような感じですかね。はい、でまあ何回かちょっとお見せしたかもしれないですけど、椅子も変えましたね、コールマンの椅子にですね。私メタボなんで椅子何個買ったか分かんないぐらいの、ご報告をしてるんですけど、とにかく壊れちゃうんですよね、椅子が。でこのコールマンのですね椅子にしましたということですね。それで面白いのがですね、今映ってるのがカトラリースタンドなんですね。皆さんご存知かと思いますけど、これが、丸い穴が開いてますよね。それとコールマンのこのファイアプレスのテーブル、同じく丸い穴の加工されてますんで、なんかセットで買ったみたいな感じになってます。はい、ということで別に自慢ではないんですけど、そんなような感じでキャンプしております。はい、ということでですね、ランチ、お昼はですね、うどんにしようと思って、今この岩谷の風丸の方で、お湯沸騰しましたね。でうどんを茹でようとしてます。はい、でアングル変わってですね、こちらがですね、豚汁を作りました。で豚汁は、炭の上に乗っかっていまして、じっくりちょっと煮ないと美味しくないんで、こんな感じで、備長炭とですねマングローブの、木炭とですね合わせて、こんにゃく、大根、人参、あとお味噌と生姜ですね、あと豚肉ですね。で本来豚汁はバラ肉入れた方が美味しいっていうことは分かってるんですけど、ちょっとバラ肉が、じゃなくて豚こまを今回使ってですね、作っております。はい、カメラ一旦休憩します。はい、というわけでですね、豚汁とうどんが茹で上がったんで、ちょっとですね本当にちゃんと煮えてるとか火が通ってるかどうかちょっと心配なんですけど、うどんは生のうどん今回使いました。はい、これ内村さん食べてください。よし、なんかちょっと大根が硬いかもしれないな、具沢山ですけど。はい、というわけで早速いただきたいと思います。なんかもう具だらけですね、鍋の割に材料が多すぎたっていう話があるんですが、はい、ということでいただきたいと思います。いつも通り絵が暗くて申し訳ないんですけど、安物レンズなんで暗いですと。はい、どうぞ。大丈夫です。この間デイキャンプの時作りすぎて30人前ぐらい作っちゃいましたからね。コールマンの一番でかいこんな鍋で作っちゃいましたから。
まあちょっと食べてみてください。ちょっと私の味にしちゃったんで、人にはちょっと味薄いかもしれないけど、大丈夫ですか？しょっぱいとね、ちょっとどうにもなんないじゃないですか。自分で写真撮るのもあれですけど、ちょっと今日暗いんでね、結構濁りましたからね。まあということで、これをですねお昼にしたいなと思います。はい、内村さんがですね、ステーキ肉を食べてくれてます。今回ですね、いろんなあのスパイス、シーズニング持ち込んだんですけど、業務スーパーで販売しているですね、こちらになるんですけど、アメリカン、イタリアン、フレンチ、レモンピールといったものをですね、まああのいろいろ試してみたいということで試しされて食べていただいてます。でお肉がですね、私があの今年食べた中では一番美味しかったお肉でした。はい、でいろんなですねテイストを楽しもうということで、いろいろかけてですね、見てみようということで食べていただいてます。まあでもお肉自体もあのすごく柔らかくて美味しいお肉なんで、まあ、どんなものをつけても美味しく食べれるのかなとは思います。あのゆっくり召し上がってください。